これがいっちゃむずいんじゃないかみたいなのも聞いたんで、こいつはクソむずいでしょ、無理じゃない、選択肢ないのこれ、こんなんできるの、まだの投げなんつう話だよ、こんな話を読ませんな中学生に。どの題目も思った以上にレベルが高かった。さあ、では始まりました。もてチャンネルです。さあ、今回はですね、問題ね、やってほしいというね、リクエストがあった、慶応義塾高校の問題に挑戦したいと思いますね。いろいろコメント来てたんですよ。慶応義塾高校がめちゃくちゃ難しかったと、2020年ですね。だからちょっとやってほしいと、長文がすごくむずくて、すごい大変だったっていうのが来たんですよ。これがいっちゃむずいんじゃないか、みたいなのも来てたんで、果たして、開成や灘と比べて、どれぐらいの難易度なのかっていうのをね、ちょっとね、確かめていきたいかなと思いますね。まあ今までやった中ではやっぱり灘が一番難しかったかなと思うんですよ。つくふ、つくこばも難しいは難しいけど、まあ知識の面では圧倒的に灘だったと。ただ、つくとかね、つくこばのようなのは、英語がすごい得意な人でも満点とかはまあまず取れないような問題。英語の先生たちでも間違えるよ。慶応義塾は一体どうなのか。さっぱりわかんないですね。私、慶応義塾大学の問題は毎年解いていますが、慶応義塾高校の問題は全く想像もできません。それでは、やってみたいと思います。では。時間を計りながらやりましょう。リスタート。言い換え、正語、穴埋め、長文。あ、長いね、長文かなり。おー、結構な長さになってますね。では、いただきます。まあ、なるほどね。はい。結構言い換え困ったな。なかなか。久しぶりだな、こんな感じの問題。今ね、大学入試出ないから、もうこういうの。では、正語に聞きますね。なかなか面白いね。正語は直さなきゃいけないからね。正語は得意ですからね。あー、また出たね、これね。まあ、出ちゃうんだよね、入試。はい、では次。選択肢ないのこれ。へぇ。自分でやるの。こんなんできるの。これ、いろんなのが考えられない。まあ、これしかないっていうのもあるけど、なんじゃないそれ以外も。さあ、いよいよ。難しいと言われる長文にしましょうか。長いね、確かに。だいぶ。中がすげえ。これ何なのこれ。なんで高校生も知らない単語に中がつかないんだろうね。いや、これむずくない？分かった分かった。これさ、やっぱ長いよ、一個一個。まだの投げ、怖え話だな。なんつう話だよ、こんな話を読ませんな中学生に。なんつう問題だよこれ。なるほどね。はい。終わりました。結構あったね。35分ぐらいですね。うん。長えよ。これ60分でやるの？中学生が。めちゃんこ長いですけど、なんでこんなね、恐怖の話なんだよ。まあやっぱり圧倒的な長文の長さでしょうね。ストーリーも、まあ中学生に無理でしょう。わかんないと思いますよ。何のことやら。中が、何なんだろうね。答えに関係あるのに中がついてんのかな。高校生たちも知らない単語、ストーリーものなんで、いっぱい出てくんですけど、ついてない中がっていうのもいっぱいあったし、なんか変なのって思いましたが、さ、難易度はかなり高い。
言い換えですね。そうそう、こういうのね、昔大学入試よく出てたんですけど、今は出ないよね、こういうのね。なかなか教える教材としてはこういうの結構やってたんですけど、うん、最近は全然見てなかった。セプティミー、そうですね、これ、はい、直接和法を間接和法に変える、その間接疑問文だから、こういうのって入試出ないんで、直接和法間接和法なんかもうほぼほぼ出ないので、そう、これアスクにしないといけないですね、疑問文の場合はね。だからこれ、まあ、中学校で習うときにちゃんとやらなきゃいけない。なおを then に変えるとかっていうのもそうですね。で、to 構文を so that 構文に変えるとかっていうのは、これまあよくあることですね。その場合に目的語がちゃんと必要だよっていうやつ。で、次が let's 原型 how about ing のやつに、そう、さらに go for a swim ですね。これ知らない人めちゃくちゃ多いので、 going for はかなり難しかったと思う。で、次が the team's winning the game、 そうですね、この説を句に変えるってやつね。次が I want to be left alone ね。こいつはクソむずいでしょ。無理じゃない？知ってんのかな、こういうの習ってんのかな。 in order to do を、はい、 so that s can に変えるやつね。で、ちゃんと left っていう過去になってるから could にしなきゃいけないってやつですよ。いや、難しいですよ、これ。次が、あ、favorite ね、least favorite に変えなきゃいけないってやつ。これもむずい。次は簡単かな、 find easily ですね、よくあるやつ、言い換え。で、あとは、ね、be thought to do とか、まあこの辺は簡単かな、句の言い換えと間違い探し問題。Have finished。 まあもうこれ簡単でしょうね。 Been was published ね。はいはい、これもね、よくできた問題ですよね。 Sell well とかね、これも引っかかっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、まあ同じポイントが問われていますね。 You reserve 目的語が余分。 Other と another、 これも出ができますね。入試問題出ます。で、あとは手術の位置、the number だから are growing じゃなくて is growing であると。まあこの辺はやっぱり改正と同じぐらいのレベルかな。はい、続いて、空所補充に書いていくやつ。これはさ、無茶じゃない？こんなんわかんの、中学生が。だって選択肢もないんですよ。これ知ってる？ネイマーフィューって表現知ってる、超簡単ですけど、これ中学生知ってんので。 not only but ね、だいぶ離れてるし、オルソもついてないからできんのかな、こんなの。いろんなの入れんじゃないかなって思ったけどね。で、次が、そう、wrong 入れたけどさ、war is wrong、 戦争間違ってって入れましたけど、 bad とかさ、その bad 系の単語だったら山ほど入れられないって思ったね。いや、相当むずいよ。そして超長文長いやつですよ。はい、最初のやつ、これさ、答えのヒントがすげー離れてないね。難しい小説の問題って感じかな。内内むずいね、やっぱり。結構引っ掛けがやらしいですね。もう引っ掛ける気満々だね。普通の大学入試のレベル、和訳もそう、中堅国公立ぐらいかな。あ、from head to toe、別に直訳でいいのかな。頭のてっぺんからつま先でいいの。え、なんかもう全てを知ってるみたいに訳さなくていいのかな。はい、ザプラス比較級 SV、 ザプラス比較級 SV ね、こんなん通んだね。結構すげーって思った。セリフを入れるのはまあ簡単かな、大学入試のレベルとしてはね、簡単ですけど。 boys will be boys とか知ってんの。で、和文英訳11個目はできるかな、大学入試だったらね。俺はお前の兄貴なんだから、お前よりたくさん食べる権利がある。2個目が、こいつはクソまずいでしょ。無理じゃない？テレビに映ってた男とそっくりのでかいやつを昨日モールで見たんだとか、これは大学入試でも結構難しいんじゃない？そっくりとか出せるかな。 looked just like the man、 ここが出せるかどうかで、やっぱ関係詞的なものが好きだよね。よく問われるな、難関入試のはっていう印象。並べ替え、あーむずいね、やっぱね、難関高校入試並べ替え多いよ、語数が。これ組み立てんのが超めんどくさかったんです。 How many times has he been fooled by that? とか Hard to believe she can sleep in the middle of such a scary movie。 Martin tries to make himself believe it is just the wind、ね、これも難しかったですね。内容位置もだいぶ離れてるんで、かなりハイレベル、まあかなり特徴のある問題、高校生がやったらめちゃくちゃ苦労するだろうなとは思いますよ。そして話の内容が怖い。なんでこんな恐怖の話にするわけ？ね、中学生読んだら怖いじゃん、こんなの。まあ内容理解できないと思いますけど、受けてる人から。内容理解できてたらかなり怖い内容ですよね。じゃあ果たして難易度的にどうだったのか。いや、これもむずいっすね。時間はやっぱ圧倒的にかかったし、知識で言ったらなどの方が難しいです。でも、この問題も英語がすごくできる人がナダの問題とこっちの問題どっちを間違えるかっつったら、慶応の問題の方を間違えると思います。で、高校入試やる中学生からしたらナダの方が難しい。でも普通に英語の先生とか英語ができる人だったらこっちの方が難しいと思う。特に言い換え問題なんていうのは慣れてないとダメですね。そういうのをきちんと練習する必要があると思います。だから慶応高校受ける人ですね、きちんと言い換えの練習しておいた方がいい。
です。で、練習してれば結構有名なやつです、出てるのは。ただ、知らないだろうなって印象かな。そのまま、こうかな、こうかなつってやっちゃうと間違っちゃう。で、個人的には、まあ、改正より難しかった。だかなっていう印象ですね。はい、という感じでした。いや、どの大門も思った以上にレベルが高かった。難関高校ってむずいんですね、本当に。まあこれからね、他にも慶応、早稲田、渋幕、天王寺とかね、いろいろやってきますので、ぜひぜひ楽しみにしてください。はい、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。